チベット語は、ユーラシア大陸の中央、およそ統計77から1 0度、北緯27から40度付近で使用されている、シナチベット語族のチベットビルマ語派チベット諸語に属する言語。形態論において、孤立語に分類されるが、硬着語的な性質も持つ。方言による差はあるが、2種、ないし4種の成長を持つが、成長が存在しない方言もある。 なお古典チベット語には成長は存在しなかったとされる。チベット高原における約600万人、国外に移住した約15万人のチベット人が母語として使用している。ラサ方言を含む中央チベット方言、カム、チベット方言、アムドチベット方言は通常は同一の言語の方言とみなされ、この三方言を総称してチベット語と言われる。特にラサ方言は 標準チベット語と呼ばれる。本記事は標準チベット語を中心に記述するが、他方ことについても言及する。チベット語に含まれない周辺のチベット経験語についてはチベット書語を参照。チベット語に用いられるチベット文字は表音文字であり、起源はブラーフミー文字である。ラテン文字に転写するにはいくつかの方法があり、統一されていない。 チベット文字はユニコードにも収録されており、Windows XP や MacOS 天井で使用可能である。30の元字がある。各記事の発音として、ラサ方言の発音を併記する。チベット語の音節は、の3種類のみである。単語は、1音節、または2音節以上の組み合わせで構成される。死因は、地域差、個人差が大きいが、 最高で39種に弁別される。無気音、有気音の区別があること、ソリジタ音が多彩であることなどが特徴である。音節末シーンには、K、P、R、M がある。K と P は内波音である。チベット文字の高知字と実際の発音の関係は、単純ではない。d S はと発音されるか、または無音になる。G はと発音するもの。 k と発音するもの、無音になるものがある。b は p と発音するものが多いが、一部和になる。l は発音されない。r も大部分は発音されないが、一部の語で、r と発音する。n は発音されず、母音が微母音化する。ラサ交互には、最低次の8種の単母音と、それぞれの長母音が存在する。また、微母音もある。チベット文字はアブギラであるため、 聖書法上 A に対応する母音記号はなく、記号が付いていない場合に母音 A があるとみなされる。また、の三母音は専用の文字がなく、バッシオン D、L、N、S の前に A、O、U が来た場合に出現する。長母音は歴史的にバッシオンの消滅と引き換えに出現したものだが、聖書法上はバッシオンを付けた形で表記する。 母音の数は文献によって異なる。金法は、上記の他に、を認める。ロサントンと伝は、ダラムザラのチベット図書館で認定されている、標準的な音韻体系として、上記8母音に、を加えた10母音を認める。長夫妻は、AIUEO の12母音が6つずつ、体を成して、母音調和を起こすとする。ラサ候補においては、高表情、高校調、低校調。 低常校長の4つが区別される。これらは発音されないシーンが消滅した代償に発生したため、文字から予測することができる。具体的には、隠し音字が優勢の時に低常となり、無声の時に高長となる。ビヨンド n イ Y と L の単独字は低調で発音されるが、先行シーンがあると高長となる。校長となるかどうかは発音されない。 バッシオンの種類と有無によって決定される。多音節語になると、日本語と同様の高低アクセントとなり、自立していない、設備時としての2音説目とすべての3音説目以降は、形成となって高低が弁別に寄与しなくなる。具体的には1音説目プラス2音説目がそれぞれ、高平尾は高校、高平尾は低小イコール高高、高平尾は高校高校は、 低症候イコール皇帝、低症は低症候、高平は低症イコール帝候、低症は低症候高候は、低症候イコール症候といった組み合わせのアクセントとなる。文語体では、節字が文法機能を担う例が多く膠着語に近いが、現代語ではこれらの多くを失い、孤立語化が進んでいる。また、チベット語は、脳核言語であり、絶対核と脳核の区別がある。 文語体では名詞に、これを含めて9つの角があり、これらは絶対角を除き、設備字で示される。これらは日本語の助詞と同じく名詞句の後にまとめてつける。複数は必要な場合にのみ、設備字で示される。動詞には、形態的に最高で4つの基本形式があり、それぞれ現在形、過去形、未来形、命令型と呼ばれる。活用は、 母音交代や説刀時、設備時によるがあまり規則的ではない。ただしこのような活用ができる動詞は限られており、代わりに助動詞を用いるのが普通である。動詞の大多数は二種に分けられ、一つは動作主の関与を表現し、もう一つは動作主の関与しない動作を表現する。品種的動詞のほとんどには命令型がない。動詞を否定する説刀的障子には、 みとまの二つがある。三は現在形と未来型にまは過去形に用いられる。現代語では禁止にはま現在形が使われる。有無は存在同士のある宿とないめどで表す。名詞と動詞に関して日本語と似た敬語組織が発達している。基本的動詞には別の敬語型があり、その他は一般的な敬語型と組み合わせて表現する。一般に チベット語は、ラサ方言を含むウーサン方言、カム方言、アムド方言の3方言に区分される。ゾーンカ語、シッキム語、シェルパ語、ラダック語は、チベット語とは別の言語とされる。ウーサン方言では、他の方言が、破殺音化する場合を除きそれぞれの形で残している。先行シーンが発音されなくなり、成長影響を与えるだけに止まっている。成長の数も、 各方言で異なっており、アムド方言のように全く成長が存在しないものもある。アムド方言では、先行シーンが H とへ収束し、シーン P が残存する。このような保守的な側面の一方、母音では I と U が合一してとなるなど、独自の変化を遂げている。チベット語の文字は7世紀に表音文字として制定されたが、その後、 別字と発音の乖離が著しく進んだため、チベット語を多言語の文字によって転写する方式としては、発音を写し取る目的と、綴り字を写し取る目的とで、全く別個の体型を用意する必要がある。発音を写し取る体型、綴り字を写し取る体型、ワイリー拡張方式出す式。ありがとうございます。